どうも、大悟です。というわけでですね、今回はですね、初対面の相手にモテる人の条件についてご紹介したいと思います。普通のモテ条件と何が違うのと思った方いらっしゃると思うんですが、実はですね、僕らって、関係が浅い時に相手のどこを見るのかっていうのと、関係が深くなってから、まあ、例えば友達としてね、期間が長くなってからとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、関係が深くなった相手に、見るところっていうのがですね、まあ、これ全然違うわけですね。だから、まあ、よくね、美人はね、なんかね、美人とね、イケメンを3日で切るみたいな話とかありますけれども、その外見的な特徴っていうのは確かに最初の頃では大事なんですが、それがだんだんですね、性格とか内面の特徴が大事になってたりとかするんですが、まあ、今回はですね、そんな、モテに関する様々な研究の中からノースカロライナ大学がですね行った、調査でですね、いわゆる長期的にモテる性格ではなくて、もう一番最初の初対面でモテる、まあ、具体的に言うと、あ、素敵な人だわ、もう一度会いたい、ああ可愛いことだな、もう一回会いたいな、ご飯行きたいなっていう風に思うような人の特徴って何があるのってことを調べてくれた、そんな研究を今日はご紹介したいと思います。だからまあ初対面の、異性、恋愛対象になりそうな異性に対して、受けがいい、人のですね特徴についてご紹介します。でこれどうせ外見でしょっていう人いると思うんですけど、外見だけではございません。まあすごい簡単にあるところをアピールするだけでですね、僕らって実はその相手に対して初対面で魅力的だな、もう一回会いたいなと思わせることが男性女性ともにできるんですよね。そんな方法を今日はご紹介したいと思います。でですね、今日もですね、あの番組の、こうね、タイトルをポチッと押すと下に出てくる、あるいはね、パソコンだったら番組のタイトルの下に、もっと見るってところを出てくるですね、番組の概要欄ってところあるんですけど、この概要欄に、さらにですね、モテる、相手からのですね初対面の印象とかをよくするための方法を、解説した動画や、恋愛で使えるおすすめの本ですね、進化心理学の本とか入れてあります。おすすめの本や僕の無料のオーディオブック入れてありますんで、ぜひこちらもですね合わせて、番組の概要欄またはですねコメント欄の方から、チェックしてみてください。で戻りまして今日の研究なんですが、ノースカロライナ大学が行った調査がベースになっております。もともとね過去のデータで、モテる要素って言われてるポイントっていろいろあるんですが、まあ、基本的にはね親切さが大事だよとか、ね、いやいや見た目が大事だよとか、男は若さの方がね、やっぱり女性に対して求めるんだよとか、いろんな要素があるんですが、今回はですね、異性愛者ヘテロセクシャルのですね、男女108人、ですね集めまして、これ大体平均年齢が20歳前後、ぐらいだったそうです。だから若いね、学生たちを集めまして、全員の経歴とか性格をまずチェックします。でその上で全体をですね10人から20人ぐらいのグループに細かく分けまして、スピードデートっていうものをやってもらったんですね。スピードデートっていうのは、簡単に言うと、まあ、なんだろう、お見合いの出会い系バージョンみたいな感じなんですが、日本ではなく海外では結構ね、よく行われている方法で、まあ、具体的に言うとね、テーブルがあって、そこに男女が座るんです。で、お互い軽く話せるんですよ。でも5分間とかです。5分間喋ったら、男女のペアが交代して、また違う人と5分間喋るんですね。そしてまた5分間喋ったら交代して、別の人と5分喋ってっていう風に、10人とか20人とかと、まあ、一気にですね、少しずつ、短時間で会話をするわけですよ。で、会話をして、最後に、もう一度会いたいと思う人、誰かいましたか？いたら教えてくださいっていうことを言って、男性も女性もお互いにもう一度会いたい人同士として指名し合った場合は、連絡先が交換できて、その後デートに行けるみたいな、これはスピードデートですね。短時間会話をして、もう一回会いたいと思うかどうかってことを基準に、いわゆる連絡先が交換できるみたいな、デートスタイルですね。はい。で、実際にこの、研究でも全く同じで、参加者はそれぞれ、異性の、メンバーとですね、5分間一緒に会話して過ごしまして、その後で、相手を気に入ったかどうかっていうのをですね、アンケートに記入して、どれぐらい相手に魅力を感じたかとか、また会いたいと思うかどうか、こういったものをチェックしてもらって、初対面の相手のですね、印象がいい、つまり初対面の相手にモテる人の特徴というのを調べたというのが今回の、研究なんですね。だからこれを見ると、長期的にいい恋愛になるかどうかってことはこの研究ではわからないんですが、やっぱさ、最初の印象は悪いとまず始まらないじゃないですか。最初の印象悪かったのに、すごいうまくいくってパターンもあるんですけど、これはもう一回会える、どっかで会えるとか、友達の紹介で会えるとか、会社とか学校の中でクラスが一緒みたいな、会わざるを得ない状況だったらわかるんですけど、わざわざね、予定合わせないと会わないような人には、一番最初の印象が悪かったら、そもそも二度とその人と会わないわけだから、チャンスが全て失われちゃうんで、最初の印象ってめちゃくちゃ、重要なんですよね。で、その結果ですね、結構いろんなことが、わかりました。じゃあどんな人が会いたいと思われたのか、一個ずつチェックしていきたいと思います。まずは一つ目、ルックスですが、ルックスはね、これはもうしょうがないです。結局、男性も女性も、ルックスがいい相手に対して、ね、もう一度会いたいというふうに思う確率はやはり高かったんです。ただ安心してください。ルックスだけではございません。で、さらに、ルックスっていうのは、
顔だけではなくて、体型だったりだとか、ファッションとか、髪型とかに大きな影響を受けるってことが分かってますんで、結構どうにもなります。体型は鍛えれば何でもなるし、服装はね、それこそね、服を変えればいくらでもどうにでもなりますし、髪型もね、変えればどうにでもなります。で、顔は変えられないっていう人もいるんですけれども、でも顔は肌質とか、そういった健康度が高いかどうかってことも入ってくるので、意外とね、ルックスは変えれるんですよ。はい。なんで、まあ、そういうこともできるんですが、実はね、ルックス以外にも大事なポイントがあったんですね。ここがこの研究の一番面白いところなんです。まあ、一つ目の事実は、まあ、やっぱルックスは大事だというところですね。そして二つ目の事実、女性の場合で、イケメン、超絶イケメンな人ってそんなになかなかいないと思うんですが、女性から見たときに、イケメン以外でもっと会いたいかどうかってことをですね、左右した要素っていうのが実はあったんですよ。これ何だと思います?これね、意外だなと思ったんですけれども、なんとですね、これ、どれぐらいスポーツをやってそうに見えるか、スポーツをやっているかっていうところが実はもう一回会いたいっていうイメージを決めていたんですよ。つまりアクティブに行動して運動神経がいいとか運動をしてそうっていう風にですね、思われると女性はですねもう一度会いたいという風に思う傾向が強かったそうなんですよ。面白いですよね。だからよくほら言いますよね、小学生までだよと足が速くてモテるのだと、うん、やっぱ大人になったら男が金だからみたいなことを言ってる、こうなんかドーンってなっちゃってるような感じのおっちゃんとかいるじゃないですか。だらしないタイプのね。いやいや違うんですよ。それはあなたの周りに港区女子しかいないからですよって話で、実際はちゃんと運動してる人の方がやっぱり能力高く見えるし、生物としても能力が高いし、健康に見えるし、頼りがいがあるように見えるので、女性受けも良かったんですよね。で、さらに意外なことにですね、いやでもさ、男性の魅力度って他にも外見とかさ、違うところでもっと決まるんじゃないの?と、スポーツしてるかどうか関係ないんじゃないの?そんなにって思う方いると思うんですが、実はね、これ女性から見たときに、男性の魅力度と、あまり関係がない。まあ、つまり、逆に言うと、好みの問題だと。だから、必ずしもこれがいいとは、限りませんよって要素も分かっておりまして、ここは結構面白いんですよ。男性の魅力をそんなにですね、左右しない。好みの問題であるケースが大きい要素は何かっていうと、まずは一つ目、年齢です。そう、女性はまあ、割と年上とも年下とも付き合う傾向はありますから、年上の方が好きですけどね、基本的には女性はね。年齢はね、あんま関係なかったんですよ。あと、意外なのが二つ目、身長です。で、これもね、あんまり関係なかった。背高い人がいいっていう人もいれば、いや、ほどほどって人もいれば、低いって人もいたみたいで、あんまり高ければ高いほどいいというわけでもなかったんですね。で、三つ目のポイントが体重です。体重も、別に体重が重いからダメ、軽いからダメってのもそんなになくて、結構好みの、問題が大きかったそうなんですね。はい。で、スポーツ以外の趣味。で、これもですね、実は好みの影響がかなり大きかったそうです。スポーツはもう全員にというか万人受けするんですが、趣味に関してはね、自分と合うかどうかって問題とかもあるので、だからスポーツ以外の趣味ってのは、まあ、よっぽどね、お互いに趣味が合うわけじゃなかったら、わざわざアピールする意味はあんまりないのかもしれません。で、あとは政治的な意見とか、性格的な特徴とか、あとはですね、その時の自分の気分とか、あとは自尊心、プライドですね。こういったものも、男性の魅力を左右しなかった。そうなんですよね。だからそういう意味で言うと、男性の場合っていうのは、ルックス、髪型とか体型とかも含めた、体のね、見た目とかも含めた、ルックスと、運動しているかどうか、スポーツの活動をしているかどうかで、印象が決まっちゃったんですよ。面白いでしょ?だから、ルックスはどうにもならなくても、ある程度の部分はね、運動とかすればルックスも改善するので、ルックス改善して、で、かつスポーツにのですね、やる趣味を持つというのが男性の場合は、初対面の、モテの印象を左右するために非常に重要なポイントだったんですよね。では、一方で、男性が女性を見るときどうなるのって話もしたいと思います。男性の場合は、女性に対して、低体重、まあ、体が痩せているってことです。痩せているってことと、あとは運動神経の良さ、政治的意見の一致、常に機嫌がいい、まあ要するにメンタルが安定している、であとはですね、自尊心が高い、まあ要するに自分をちゃんと強く持っているなどの特徴を求めるケースが、多かった、そうなんですよね。だからつまり男性の場合は、男性が あの子ともう一回会いたいなって思うような女の子っていうのは、まあ割と痩せていて。で、かつ運動もちゃんとしてる、スポーツをしてるってのはやっぱ男性にも女性にも受けるんですね。運動神経の良さとか、あと政治的意見の一致。よくて、男性は政治の話ね、最近安倍さんとか辞めたんでね、政治の意見を語ってる男性とか見ますけど、政治的な意見を一致してる女性に対しては魅力を感じるそうなんですよね。ここも意外ですね。で、あとは機嫌がいいこと。ご機嫌な人の方がやっぱり受けますね。ローラちゃんみたいなのだから多分すごいモテるんでしょうね。はい。で、あとは自尊心が高い。まあ一応ね、シーンは強い女性というか自分を持ってるという女の子がいいというふうにですね、考えることが多かったそうです。まあ、だから女性の皆さんはね、痩せて、運動して痩せて、で、かつですね、運動してるところをですね、ちゃんとアピールして、で、政治的にも意見が一致だってことをアピールして、常にご機嫌で、かつね、芯を強く持つということをしてあげると、初対面の男性の受けば、いいというところですね。で、ここで意外なんですが、よくあるのは、
僕たち似た者同士だよね、共通点がいっぱいあるねってことを言うと、また会いたいと思われる確率が高くなりそうに見えますが、この実験では関係なかったそうです。だから類似性よりも、さっき言ったポイントとかの方がはるかに、大事だったんですよね。はい。面白いですよね。で、あとは、よくあるのはですね、こう、好き好きアピールをしたりと言いますね。男でも、あ、僕はもう君に一目惚れした、好きだと、付き合ってほしいというふうにいきなり言っちゃう人いるんですが、この好き好きアピールはですね、もう会いたくないと思わせるですね、効果の方が大きかった、そうですね。だから初対面の時は、まあ、ちょっとね、自分の衝動を抑えて引き気味にしておいて、あんまりね、好き好きアピールをしてしまうと、惹かれてしまう可能性が男女共に高かったそうなんですね。だからあんまり初対面では好き好きアピールはしない方がいいということですね。はい。というところなんですよね。だからそういうところを見てみると、あとはですね、頼りがいがある男性とか、頼りがいがある女性ってね、モテるんじゃないかって話もありますが、これもあんまりね、もっと会いたいって思うかどうかって点では関係がなかったそうですね。安心感とか包容力みたいなのも関係が、なかったわけなんですよ。というところはですね、まあ、もちろん男女差もあるんですが、まあ、結局ですね、男性側がね、気をつけるべきことっていうのは、ルックスと、運動神経の部分。で、女性の場合は、まあ、さっき言ったいろんなポイントがね、ありますが、まあ、いずれにせよ、どっちのタイプとしてもですね、やっぱり言えるのは、まあ、運動すること、スポーツに打ち込んでます、一定、ね、のスポーツに。っていう、まあ、普段体結構動かすんですよってことをアピールすると、男性でも女性でも初対面のですね、モテ力を上がるというですね、非常に面白い、研究でした。ぜひですね、皆さんも何か、これを機にですね、運動を、始めてみたらいかがでしょうかというお話でした。これはあくまでも初対面の最初の出会いをものにするテクニックです。でそこから長期的な恋愛になっていこうと思ったら、まあ、親切さだったり性格とか他の部分が大事になってくるんですが、とりあえず初対面の印象を良くしたければ、ルックスを整える、体型も含めてね、整えるということと、運動をしているアピールをすると、運動が好きなんだというアピールをするということが、おすすめの方法になります。ぜひ、実践してみてください。というわけで今日はですね、そんな、初対面のモテ力を高めるための方法をご紹介しましたが、今日はですね、番組タイトル下の概要欄および説明概要欄およびですねコメント欄の方にですね、おすすめのモテに関する動画入れてありますね。こちらも合わせてチェックしてみてください。今日のおすすめの動画一つ目は、最新科学が明かすえげつないモテる性格の作り方ということで、やっぱりね、付き合った後とか、今日のね、テクニックとかを使ってもらって、もう一回に遊びに行こうと思って遊びに行って、そこで、あ、やっぱ合わないなってなって終わっちゃう場合もあるんですよ。ところが、実は、このやっぱ合わないなって思われないようにする方法ありまして、何回も何回も会えば会うほど人間って見た目よりも、その性格とか内面が大事になるんですよ。でもこの内面も実はね、特定の内面的な要素を持ってるとすげえいい人、ね、この人素敵って思われやすいんですよ。じゃあそういう性格を、自分で作るにはどうすればいいの？そういう性格に自分を変えるにはどうすればいいの？ってことをまとめた、動画は今日のおすすめの動画です。最新科学を明かすえげつないモテる性格の作り方ですね。ぜひこちらの動画も番組タイトル下の概要欄またはコメント欄からチェックしてみてください。そして今日のおすすめの動画二つ目は、男女別いい出会いの科学的条件ということで、なかなかいい出会いがないんだよね、と。うん。なんかね、可愛い子はね、いるんだけど、物にできなくてと。でね、いい出会いを物にする人ってね、まあもちろんナンパしてもうまくいくだろうし、別にナンパまで行かなくてもね、まあ例えばお店にいる可愛い店員さんがいたら声をかけて仲良くなるぐらいのことはできるわけですよ。で、こういうふうに、いい出会いの科学的条件プラス、どうやってそれを物にするのかってことをまとめた動画が今日二つ目の動画ですね。男女別いい出会いの科学的条件という動画にまとめてあります。番組タイトル下の概要欄またはコメント欄の方からチェックしてみてください。さらに概要欄の方では、今日おすすめの本僕の無料のオーディオブック入れてあります。おすすめの本は僕の本ですが、コミュ障でも5分で増やせる超人脈術ですね。まあね、仲良くなっていくにはやっぱりね、人間関係を作るテクニックはやっぱどうしても必要になってきます。恋愛の場合でも。で、これを解説してる本になります。おすすめです。で、2冊目の本は、進化心理学から考えるホモサピエンスという本で、これ進化心理学って言って人間の心理がどうやって進化してきて今の形になったのかってことを調べる学問がありまして、これを見ると男性と女性の考え方の違いが理解できるんですよ。こんな進化心理学の入門書、2冊目の本として番組タイトル下の概要欄に入っております。合わせてチェックしてみてください。で、さらにですね、通常 Amazon で2、3000円で販売されている僕のオーディオブックが今1人1冊無料で聴けるというキャンペーンをやっておりますんで、こちらのリンクも番組タイトル下の概要欄の方に入れてあります。合わせてチェックしてみてください。というわけで、続きの動画は概要欄、またはコメント欄の方から、ぜひいい出会いを作るための恋愛の心理学チェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。